皆さんこんにちは、柚木志郎です。はい、今回もドラゴンクエスト11のお時間やってまいりました。なんかおかしなことになってるよね。そこだ、行ってみよう。泣いてた。そう、幼なじみがいなくておかしいと思ったんだよ。ここで遊んでた子供たちもいないもんね。どうして泣いてるの？でもこの犬もそうだよ。私のスカーフ、どうやら少女のスカーフが木に引っかかってしまったので、スカーフを取ってあげますか。はい、幼なじみのスカーフだよ。泣かないで。ありがとうお兄ちゃん。私エマっていうの。お兄ちゃんは柚木シロ。あ、わかったわ。お兄ちゃん柚木シロを探してるのね。ん？柚木シロならテオおじちゃんのところにいるはずだわ。こっちよ。ん？どうなってるんだ。過去に戻ってるのか、もしかして。自分自身に会いに行くのか。お早いな、あの子。こっちか。待ってる。結構遠いぞ。あれでも確かおじいちゃんって死んだはずだよね。生きてるっておかしいな。この先。ん？こんなところ行けなかったもん。あ、ここにいる？あの子。穴が壊したおじいちゃん、ねえおじいちゃん、はしご知らない？はしご。エマのスカーフが木の上に飛ばされたんだ。ははは、わかったわかった。待って、俺今行くでな。おじいちゃん、おや？あ、ゆずきしろ、はしごなら大丈夫よ。あのお兄ちゃんがスカーフを取ってくれたから。それでね、あのお兄ちゃん、あなたに会いに来たんだって。知ってる人？うん、知らないよ。うん、あの青年はわしに用があるようじゃ。ゆずきしろとエマは向こうで遊んでなさい。はーい。お前さんも柚木シロじゃな。なんでわかったの？はは、そうじゃろうな。赤ん坊の頃から面倒を見てきたんじゃ。わしにはわかるわい。そんなつらそうな顔をして一体何があったというんじゃ。わしに話してみなさい。柚木シロは手を縫い付けを守って石の村を出た後、自分の身に何が起こったのか手をに話した。なるほど、どうやらお前さんはわしがいなくなった後の未来から来たようじゃな。うん、頼りにしていたデルカダールの王に裏切られたというのか。辛い思いをさせてしまったの。デルカダール王が頼りにならないと分かった以上、お前さんには包み隠さず全てを伝えた方が良さそうじゃ。だがこうして話している時間はあまりなさそうじゃな。よいか、よく聞くんじゃぞ。村を出て東に向かったところに石の、あ、滝壺があるんだ。あるじゃろ。戻ったらそこにある三角の石の前を掘ってみなさい。東にある石の滝壺か。そこの三角の石じゃぞ。わかった。あ、しかし大きくなったの。これほど立派になった柚木城を見ることができて、わしは果報者じゃ。消えちゃう。柚木シロ、人を恨んじゃいけないよ。むしろお前のじいじで幸せじゃった。あ、消えちゃう。でもなんでこれ過去が見えたんだろう。大樹の力だったのかな。村外れ。あ、お墓だ。ここにでもきっとおじいちゃんどれかにいそう。ここにいるのかな。なんか向こう向いてるな、この席に。滝壺ね。
東のって言ってたよね。そこじゃないよね、きっと。水の中入れないんだな、これ。悲しいけど。あ、いける？お、進めないわ、深すぎて。ダメか。滝壺三角の石って言ってたね。他なんかないかな、素材とか。じゃあこれで村に戻ったらどうなるんだろう。普通に戻ってるのかな。あ、壺だ。怖そう。お、11ゴールド、結構な大金ですよ。こっちの先って何がある。なんか一軒小屋があるね。そこ行けない。こっちはどこに何もないのかな。この中は、あ、壺だ。壺じゃない、樽だ。お、枝。これありがたい。ちっちゃい樽が。どこに何もないか。どこに何もなしと。こっちはいけないもんね。どこに行くんだろう。あ、神の岩か。そうか、成人の儀式をするところだから通常はいけないのかな。じゃあ、とりあえず町に戻って、村か、村に戻ってって感じだね。滝壺って言ってたよね、ここの。あ、二人が遊んでる。おじいちゃんは消えちゃったけど、また過去のまま。長いロードだったな、これで。ん？まだ過去のまま。あ、お兄ちゃん、さっきは俺を言いせびれちゃったけど、エマのスカーフ取ってくれてありがとう。またこの村に遊びに来てね。ニコってしてる。やっぱこの胎児のおかげで、きっと消えたりしない。あ、なんかおかしくなってる。光ってる。消えちゃった。あ、やっぱり村がなくなってる。やっぱりもう来てたんだ。何ぼーっとしてんだ、大丈夫か。だって村が、ほら、やっぱり壊されてる。じゃあエマも亡くなったのかな。やっぱりなんか怪しいと思ったんだよ。まったくひでえことをしやがる。ユーセアを育てた村というだけでこの仕打ちか。お前を捕まえた後、デルカダールの兵士たちがやってきて焼き払ったんだろうな。そういや、お前がぼーっとしてるとき、お前のあざと木に巻きついた根が光ってたが、また前みたいに何か見えたのか。水木しろは今見てきたことを亀に話した。へえ、不思議なもんだ。過去に遡って村の人やお前のじいさんに会ってきたとはな。お前にはきっとこの根を通じて過去を見る力が備わっているんだな。それじゃあ、じいさんの言葉を信じて石の滝壺とやるに行ってみるか。そう、東に向かったところにある。そうなんだよ、東の方行かないと。他なんかこの村にアイテムとかも落ちてないかな。辛いのは分かるが、ここにいても何も始まらない。行くぞ、ゆずきしろ。そうだね、亀は前向きに。あ、でもちょっと残ってるんだ、村の人。神父さんぐらい。他の人は大丈夫だったのかな。一番気になるのは、あのエマがどうなったのか気になるな。幼馴染だから、ここエマの家だったもん。
だってこの村長、村長の家だったんだよね、エマ。他はここ道具屋さんだったもん。なんか宝箱とかないかな。不謹慎かっていうね。扉だけは機能してる。扉だけはね、あっても。なんもないな。うん。そこだけ人がいる。ちょっと話してみようか。神父さん？あ、教会の中も荒らされてる？私は旅の牧師、デルカダールで不穏な噂を耳にし駆けつけたのですが、一足遅かったようです。悪魔の子を育てた罪深き村を裁きの炎によって浄化したとデルカダールの王様はおっしゃいました。しかしこの光景を前にして、誠に罪深きはどちらか私にはもはやわかりません。幸いデルカダール兵たちも教会を壊すのはためらった様子。教会の奥にあるベッドで体を休めていくことができますよ。焦ってはなりません。疲れた心と体を癒し、旅を続けなさい。ではお勤めと参りましょう。あ、そっか、神父さん、一応お祈りしておこう。うん、この先にあの滝壺を調べないといけないからね。もしかしたらまた話が進むかも。ひとまずセーブしてと。本当アイテムちゃんと漁ってなかったらこれもね、壊されちゃってさ、何も手に入らない感じね。そうだよね。だって家の中に壺とかあったりしてさ、それをね、あ、違う。ちょっと待って、ここだ。村長の村。あ、光ってる。何？薬草か。なんか、エマの遺品とかだったら悲しかったけど。宝箱もそう取ったもんね。他はなしか。ここだった、エマの家。掲示板。あー、これね。急に襲ってきたから多分みんな、人だけでも逃げれればよかったけど。さあ、やってまいりました。医師の大田くんと。ここにね、あるらしいんだよね。おじいちゃんがいてたんですけど。でもちょっと待って。あ、ここだ、三角のやつ。その前にちょっと素材もいただこう、うん、ちょっとここにね、あの清めの水があるらしいのをいただいて。あそこ綺麗だね。ここにね、まあ他に素材は多分ないかな。うん、でこの三角の岩、これだ。びっくりマークが出てる。これを調べると、結構離れたところにあったからちょっと大変だった、探すの。まずここ、あ、本当だ、おじいちゃんの言ってたやつ。何がしまってある？ん？手紙？手紙か。一つはかなりボロボロだな。ゆずきしろ、あなたがこの手紙を読めるようになった頃、私はもうこの世にはいないでしょう。あなたが生まれてくるすぐ、故郷のユグナーの地が魔物に襲われました。私はあなたを逃がすので精一杯でした。いいですか、ユズキシロ。心ある人に拾われ、立派に成長したら、ユグナーの新興国であるデルカダールの王を頼るのです。あ、そういうことだったの。だから、デルカダール王に会いに行くってことだったのか。あなたは、誇り高きユゴナーの王子、そして忘れてはならないのが大きな使命を背負った勇者でもありますと。そうだね、花ちゃんもお話ししてくれとるね。で、勇者とは大いなる闇を打ち払う者のこと。いずれこの言葉が何を意味するのか分かる時が来るでしょう。一緒にいてあげるのごめんなさい。無力な母を許して。かなちゃんも許すよって言ってくれとるね。どうやらお前の母親の手紙のようだな。そっちの手紙はどうだ。おじいちゃんかな。親愛なる孫、ゆずきしろ。未来から来たお前に会ったのと、わしは約束通りお前の道しるべとなるものをここに埋めておいた。
母親の手紙はもう読んだからね。あの手紙はお前が流されてきた時一緒に入っていたものじゃ。わしはあの手紙に従い、お前をデルカダール王国に向かわせたが、辛い思いをさせたようじゃね。なぜユグナーの血が魔物に襲われ、勇者が悪魔の子と呼ばれているのか、わしには見当もつかんかった。ハマちゃんがやってるんだ。なれば真実は自分の目で確かめるしかない。東にある旅立ちの祠の扉を開ける。魔法の石をお前に授ける。それを使って世界を巡り、真実を求めるのじゃ。お前が悪魔の子と呼ばれ、追われる勇者となった全ての真実を。ゆずきしろよ、人を恨んじゃいけないよ。わしはお前のじじで幸せじゃった。これ何？ゆずきしろは魔法の石を手に入れた。旅立ちの祠の扉を開く魔法の石か。まあこれも乗りかかった船だ。俺もお前の旅に付き合ってやるぜ。お前のじいちゃんがいてた旅立ちの祠はここから東にあるんだな。それじゃあさっさとそこに行こうぜ。と言いたいところだが、その前に俺の目的を果たさせてくれ。レッドオーブが移されたのはこの道の先にあるベルカダール神殿だ。よろしくな、ゆずきしろ。そうだね、花ちゃんも、ありがとうな。助手としてね、参加してくれてるのでね。ということで、この先に行けばいいのかな。あっちから来たのかな。ただね、用事を済まさないとね。雨が降ってる。敵も変わってる。ここ初めてのところ？なんだあの敵。なんか見かけない敵がいるぞ。なんだ当たっちゃったけど。魔物の群れ。なんか強そうな敵だな。さすがにちょっと盗むじゃやばそうだな。カラクリエッグ。鬼火どんぐりをね、ちょっと先にやっつけたい。まだ一匹。そうだね、楽しいよねって言ってくれとるな、花ちゃんも。このニャンニャンボイスがね、どれぐらい入ってるかちょっと今の段階では分かんないけど、意外と結構聞こえるのかな、みんなに。あ、そんな大したことなかった。大丈夫でした。この先広いね。なんかないかな、アイテムとか。こっちの方とか、なんか上の方とか光ってないからないかな。特に宝箱とかも何もなし。なんか宝箱のところにさ、あのよく消える変なやついるんだよね。この先があの神殿らしいんだけど、その前に行かないといけないの。広いな。あ、なんだあれ、カニもいる。軍隊ガニだ。あ、光ってる。これはアイテムだ。ちょっと降りよう。毒キシソウあたりとか。どれだろう、コットンソウ。あ、いいね、コットンソウね。なんか服作るときに必要になりそう。夢見の花。あ、当たっちゃった。あ、海の敵だね。絵描いてみた。プチアーム。あ、仲間呼んでる。軍手ガニか。しかし助けは来なかった。よかった。あ、また絵描いて。かわいいね。ほんとだ。ちゃんと描いてるっぽいね。よし。じゃあ、もう倒して。なんだろうね、あの、あそこ。ちょっと消えねるから先。あ、でも光ってるところある。なんだろうな、海系のものかな、さすがに。ちょっとこれだけいただこう。よいしょ。ん？あ、海藻か。あとはちょっと入れるけど、入れないの？人がいる？
あ、ここから進めないんだ。あ、向こうも光ってる。ちょっとあれだけ先に回収してから。いや、ほんと馬がいるだけでこんなにね楽で助かる。あ、これも回収か。きっちりいただいて、馬ちょっとここで、なんだろう、人がいる、釣りしてる人がいる。特になんか宝箱とかアイテムがある感じでもないかな。13号ってこれだけか。この人なんだろう。ん、珍しいな、こんな辺鄙な場所に来るってことは。デルカダル神殿見に来たのか。それはいい心がけだな。せっかくこの地に来たってんなら一度は近くで見ておいて損はしないぞ。デルカダル神殿はここを出て、あー、すぐね。うん、でも先にちょっと用事を済ませなくちゃ。そうだね、用事済まさんとねって約束したもんな。こっちは、あそこキャンプできるな。この先は何だろう。あ、岩があるんだ、通れないの。あ、こっちじゃないんだ。あ、レッドウ、そっか、神殿に行けばいいのか。あそこが神殿なんだよね。あそこまで行けばいいので、馬ってさ、ここら辺呼べるポイントが、あ、あったあった、これだ。ちょっとあんまりグリングリ回しちゃうとね、酔っちゃうから、あんまりこう回さんようにしていかないと。さあ、あそこの階段、あの階段の先だ。どこにも何か落ちてるものとかってないよね。あんまりしっかり探索してないんだけど、このフィールド。でもな、なんかありそうだよね、こういうさ、隅っこの方とか。あったあった、早速ありました。ちょっと待って、これだけ拾ってから行こうか。お、蝶の羽だ、うん、よし、じゃあ行こう。この先だね、きっと神殿は。さあ、もうガッとね、階段も駆けを登れる。あ、すごいね、これ助かるわ。あ、これ以上はいけないか。さあ、神のね、オーブ、うん、神がね、オーブをって言ったから、ここだ、デルカダール神殿、ここにあるんだ。なんかキャンプがあるぞ。なんか今なまったな。キャンプがあるぞ。ん、あ、そぼた、絶対なんかあるやろ。お、やった、魔法の小瓶ゲット。魔法の小瓶ってなんか盗んだやつにさ、あった。あ、ちょっと待って、素材がある。仲間一人の眠りを覚ます、あ、眠りを覚ます道具か。道具というかアイテムか。あ、神も持ち物いっぱいか。じゃあ道具袋にしまっとこ。あとはここら辺は役に立つものだったのか。神も、あ、持ってるね。あ、でも素材これはいらないから。獣の皮と銅鉱石、うん、もうきっちりね、盗みでいただいておりますので、神の方は。特に何もないかな、こっちの方って。素材がピカピカとかそういうことはないか、うん。じゃあこのままもう上かな。高いね。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。